ジェシカ・ハーディは、アメリカ・カリフォルニア州、ロングビーチ出身の女子競泳選手。専門は平泳ぎ。2005年のモントリオール世界水泳選手権の100メートル平泳ぎ、準決勝で1分06秒20の世界新記録を、樹立するが、決勝では、オーストラリアのリーゼル・ジョーンズに敗れ、銀メダルに終わる。50メートル平泳ぎとメドレーリレーと合わせて3つの、銀メダルを獲得した。 2007年のメルボルン世界水泳選手権では50メートル平泳ぎで金メダルを獲得。100メートル平泳ぎは4位だった。2008年の北京オリンピック、米国代表選考会で100メートル平泳ぎに優勝、50メートル自由型で2位に入り出場権を獲得するが、直後のドーピング検査で禁止薬物のクレンブテロールに陽性反応を示し、 五輪出場を断念した。米国水連はハーディに2年間の出場停止処分を課したが、米国仲裁協会が処分が重すぎるとして1年間に短縮した。国際水泳連盟と世界アンチドーピング機関は、米国仲裁協会の決定を無効にするよう、スポーツ仲裁裁判所に提訴したが、却下された。処分が明けて出場した2009年8月。 ワシントンの大会の100メートル平泳ぎでレベッカソニが世界選手権でマークした世界記録を上回る1分04秒45で優勝した。50メートル平泳ぎも29秒80の世界新記録を樹立した。ありがとうございます。